第一章、兄の作家ラジオ。はい、始まりました。はい、始まりました。じゃじゃん、お日からどうですか？はい、どうですかね。はい、ということで今回もラジオやっていきましょう。いきます。はい、最近何かありましたか？最近ですね、はい、私ですね、ペーパードライバーだったもんですから、最近ですね、父親の中古車をですね、てか中古車の中古になるわけですけども、そうですね、中古になってますからね。それを譲り受けたんですよ。はい、そしてそれに乗ってるんですね。はい、もう2ヶ月、いや2ヶ月じゃない、2週間ほど、はい、ぶつけまくってますね。バンパーがまずへこんでますけどね。へこんでますね。結構綺麗だったんですよ、はい、完全にボコボコですからね。長年使った軽トラみたいになってますから。そう、横最近ぶつけたんですよ。で、ガードレールにね、ザーッつって吸って、結構人がいるところでね、しかも、はい、昼ガーボーンとか言って、で、下り坂だったんですよ、はい、だからそれ下りていきながら曲がる、左折して下り坂ね、はい、左折した時に一回こすって、はい、やべ、早く行かんとと思ってスピード少し上げて、はい、もう行ってしまえと思って、もう当たってんだから。でガーって下りに降りる時にもうスピードが上がるわけじゃないの、はい、そしたらあのグランドセフトオートって上がるかな、ゲームの、はい、あれみたいな感じで一回また下ってる最中にガードレールにガダーンって当たって、ほんで運転しながら、そういう時ってやっぱ恥ずかしいけど、恥ずかしい時って顔、本当に恥ずかしい時顔赤くならないね、本当に、むしろ冷静なわけよ、うん、あ、今俺グランドセフトオートみたいだなって思いながら下ってるわけよ。ほんでちょっと適当なとこ駐車場止めて、はい、もうそっから出たくない外に。もうおらんやろな、今の出来事を見た人どこにもおらんやろなみたいなこと思いながら見て、おいしおらんとか言って出て、その側面を見てね、うわこれはいかんですねと思ってね。はい、それガードレールとか大丈夫？ガードレールはなんかね、白から青になってた、ね、青の車なんやけども、うん、それはどうなんやろ、その、うん、ガードレールのことについてなんか、うん、警察とか動かんの？だってそんなもん、お前青にしたなって言われて、はい、青にしました。そんなくだらん操作ないやろ。青にしたっていうか、ぶつけたなっていうことで。ガードレールへこんでないもん、俺がへこんだんだよ。もう逆に慰謝料欲しいぐらいだよ、こっちとしては。いや、何言ってぶつかった。あんなもん設置してる方が悪い。あんな細い狭い、あんな狭いとこでガードレール設置して。いや、だって左折するとき、しかも対向車もあるわけだからね。はい。俺避けながらやったら、ぶつかるしさ、対向車にそんなしてたら。こっちグーって言ったら当たったわけよ。あんなのガードレールが二度とあんなとこに通らんわ、ボケ。さあ逆ギレや。はい、じゃあ早速行っていきましょうか。ええ、では作家ワイドショー、はい、ということで、まあ今回も用意しましたので。何用意しましたので？用意しましたので、この中から、ええ、なるほど、選んでください。本気のやつを出しますよ。お、本気のやつ、本気のやつやりますわ。前もなんかなったな。じゃあ滑って出発合図ボタンを。嘘嘘もうそんなふざけんよ。はい、じゃあね、はい、MLB イチローは最高右翼手、米メディアが現役選手の救援出場トップ5。はい、お願いします。お願いしますって、なんなお前。じゃあ何する？聞いとく。だから今回 MLB オールスターゲームが開催される前に、地元メディア現役選手の救援出場トップ5、はい、救援出場数が多い順に5人並べるみたいなことね、はい、で最高の右翼手としてマーリンズのイチロー外野手もランクインしたと、はい、でそれが米メディアザ・チートシートから伝えられてる。お、第87回を数える今回の救援はパドレスの本拠地ペトコパークで開催される。お、メジャー16年前、あ、16年前メジャー16年目やろこれ。16年目でしょうね。お前いや、これは私は悪くないですよ。あ、そう、コピーペーストしてますから。そんなこと言うなよ。まあだから今回は、はい、イチローは限られた出番だからね、はい、あのスタメンじゃないから。はい、そうですね。だから一時期救援出場っていうのも言われてたね、うん、控え選手でね。おお、だけどまあならなかったと、今回はね。あ、そうなんですね。まあでも回数が多いランキングに入ったと。ああ、で
10年連続通算10回誇ってるのがアルバート・プーホルスっていうエンゼルスの選手で、うん、で今回引退するデビッド・オルティス、うん、レッドソックスの選手も入ったと、トップ5入りしてると。でまあイチローを、まあ、走塁とか守備とか見たら、うん、彼が絶対殿堂入りする選手だろうって分かるぐらいの選手だろうみたいなことを言ってるわけよ、メディアがね。メディアがね、うん、でイチローは単に優れた打者ではなく最高の右翼手もでもある、はいはいはい、こんなオールラウンドプレイヤーいないよみたいなこと言ってるわけね。で今季11度目の選出だったミゲル・カブレラ、あの人三冠を取った人ですよ、うん、何十年ぶりぐらい、うん、で最多現役最多がこれ現役最多ですね、はい、現役最多のあれですよ、はい、で現役最多14回の出場を誇るアレックス・ロドリゲスがランクインと。おで通算で言うともう引退してる人含めると、うん、ハンク・アーロンっていう、まあ、あのバリー・ボンズが抜く前の通算本塁打数トップの人が21回、うんおうん、であると。なるほどね。ことござんすな。はい、イチロー選手は、15回ん いえ16回、ま、青かん、メジャー16年目を迎えたイチローがもう15回も出てたら10回アレックス・ドドリゲス超えてるやないか現役最多のお前はすません何を聞いたんだ本当に、すみません、うん、すごいですね。それだけかお前。いや、イチローはね、何がすごいかっていうと、ね、多分向こうで思われてるのはね、27歳で来たのに、はいはい、あんなにあのアメリカのリーグの通算安打数で上に行ってるっていうのが多分信じられるんだと思うよ。なるほどね。だって27歳のルーキーが日本に来たってことよ、うん、日本で言うとね、うん、そいつが何張本とかと並ぶみたいなことやからね、27歳で、うん、張本選手とかは18ぐらいから生きてるでしょ確か。ああ結構若い頃、まあ最低でも22ぐらいに入ってんだよ、うん、覚えてないけど。27ってかなり遅いからね。だから肉体的な年齢も衰えてるような状況やから、まあ一郎に限ってあんまないんやけどそれが、うん、っていうことだね。衰えた状態で来たにもかかわらずここまでの成績を残すっていうのはとても素晴らしい、まあ、まあ常識から外れてるよみたいなことやろ。なるほど、ね、で今でもやってるから、ああのメジャー最多の、あ最多じゃない、最年長や、うんうん、全体で、うん、確か40何歳だか忘れたけど。ああ、うん、なるほどね。で本人は50までやりたいかなみたいなこと言ってたみたいね。で今ピート・ローズのアンダースン抜かれたみたいな話もあったけどちょっと前にね、うん、ありましたね。でなんかピート・ローズが日本の含めてたやつだろ、うん、日本はレベルが低いじゃんみたいなこと言ってたけど、言ってたでそれにちょっとなんかいろいろまあなんかあったけど、うん、まあ多分イチローは自力で50までやって抜く、まあ、抜くとは思ってないかもしれんけど、うん、やってみたらおもろいんじゃないみたいな。なるほど。野手版山本昌みたいな感じでいくんじゃないみたいな。なるほどね、うん、いやなんかできそうな気がするけどね、一郎さんやったら。いやまあできそうっていうなら早く子供できてよって話でね一球でいつまで子供のふりをさせるんやろっていうあれはもうさすがにメディアはもう気づいてるよ、あれは犬だって子供じゃなくて初めて見た時はなんか犬みたいな子供だなと思ったけども、でも犬みたいな子供はお前犬じゃねえだろ、子供だろそれはお前って話だったよメディアではね。ただただお前これお前犬だろお前、犬みたいな犬だろみたいな言い出して、えそうそう犬じゃねえかみたいなことなってるわけよメディアでは。バレてんだから子供じゃねえってことだ、一級が早い子供つかないといけない。そうですね、うん、そっちを頑張ってほしいね。なるほど、うん、じゃあ次のニュースいきましょう。行きましょう。アーセナル移籍の浅野、今季初の1試合2発も7戦ぶり敗戦、天を仰ぐ。おお、なるほど。何なんでまだ俺が読むの、これだけ、ここです、このページだけですか。はい、ページだけです。まあ明治安田生命 J リーグ、まあ、今シーズンになったら明治安田生命がついたね、スポンサーに。ああなるほど、 J リーグのね名前になった、はい、で今回アーセナルに完全移籍、ここポイントらしいよ、完全移籍、うん、だいたいレンタルで移籍させられる。あの宇佐美の時も、あこれは宇佐美はあのバイエルンやけど、はい、時もレンタルね。はあ、はあ、戸籍は残してるけど一旦旅行に行くみたいなことか。旅行仕事で出張して、本籍は東京やけど、うん、あの今ニューヨークおるよみたいな感じになるけど、うん、出張行ったよね。分かった分かった、もうあのじゃれ少ない一球一球止まるお前もう少し伏せ、待っとけよ、ほんとでこれ完全移籍で、はい、移籍金も発生してますから、はいはい、だからまあもともとのこの所属の、
サンフレッチェ広島にお金は入ってます、はい、移籍金としてね、まあ、そういうことをするっていうのはまあなかなかない、まあ、ないことはないけど、うん、最近0円で行ったりとかするから。0円、うん、0円で行くと、まあ、あの専門家曰く、うん、あの使われないなって、要するにリスクがないから、うん、0円で買ってるから使わんでも別に0円、うん、あ、まあそうだね、うん、だから移籍金払うとその分払ってる分活躍してもらわないといかんね、元を取らねばね。そう、ただ今シーズンからアーセナルでやらないけどね。あ、そうなん、これちょっと後で、まあそう昔最初からやらして、はい、明治安田生命 J リーグ、今シーズンから明治安田生命っていうのが頭についてるスポンサーで、はい、でがまあ第2シーズンってまあステージ制が行われてるの、第1第2って昔みたいになってるので、ペ、あのペナントじゃない、トーナメントで最終的に当たるみたいな、はい、で各地で第2節の9試合が行われたと、はい、第2ステージの2節が行われた。でアーセナルに移籍が決まった広島の日本代表フォワード浅野拓磨がホームの鹿島戦に出たと、はい、広島ね、サンフレッチェ広島です、はいはいはい、で0-2、浅野は 0-2 で迎えた後半9分、ミッドフィールダー丸谷かな、丸谷か分からんけど、はい、9分にスルーパスを足で決めると、はい、1対4で迎えた37分には宇高宮吉で繋いだボールを再び右足で決めたと。だから2点決めたよね、この人が。お、ただ追いつくことができず 2-4 では敗れて、まあ、天を仰いだってやつだよね。あ、1試合2発、なるほどね、このアーセナルでの完全移籍ってとこがポイントですよ。もう後で使ったらいいか、ね、まあとにかく、うん、はい、この、まあ、ただアーセナルに移籍しても、はい、第1シーズンっていうか、まあ移籍初年度では、はい、あのアーセナルでは出ないと思うけどねって言ってたよね。はんはんはん、あの前に移籍してんのよ、アーセナルに行ってる人、はい、日本人選手結構、うん、何人かおるよ。稲本と宮市って選手がおって、うん、その人も結局稲本は出れんかったし、うん、宮市もほんと少ないよ出てるのは、うん、何分とかない、うん、だからずっとオランダの方にレンタルで育てるためにね。はあはあ、うん、だからそういう風にするんじゃないかなって言われてる朝のも。じゃあ結局戻される。いや、まあ戻すやろね、成績が良かったら。で悪かったら売られるよ。シビアだな。そう、やっぱりそういうもんや宮市もそうやったからね。あ、今ドイツの2部のなんか、あのなんかやってるわ、なんとなく覚えてないわ、あの ドクロみたいなマークのとこ、はあ、そこでやってるドイツ2部の、象徴的なチームとかやってるとか。頑張ってる。頑張ってるのがすごく知らんけど、会ったことないからね俺は。あ、なんかそういうことやと。シビアな世界だな、うん。次のニュースいきましょう。じゃあもうこれでいこうかな。はい。もう今日とっておき。はい。ドローンで害虫駆除。光で誘い高電圧で。なんかこんなんあったろと思うね。光で誘い。これよくコンビニのところに置いてあるやつやん。置いてある、ね。バリ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 とかいうやつやろ。はい。うん、佐賀県佐賀大オプティム実験成功。これオプティムというのは会社みたいですね。ああそうなんですか、うん、農業研究など連携事業に取り組む佐賀県と佐賀大学で IT システム開発のオプティム、はい、本店が佐賀市にあるね、菅谷って人が社長、うん、で夜間にドローンを飛行させ害虫駆除に成功したと、うん、でまあ仕組みはドローンから吊り下げた光源が、まあ、光が光ってるね、うんうん、で虫を誘い出して薬剤を使わずに高電圧で殺虫するもんって、うん、まあ、だからコンビニに備え付けてあるあのブーとか言ってあの感電させるやつが泥にぶら下がってるっていうやつやろね、うん、えらいそこはアナログだなって思うよね。 そうやね、そんなもん、うん、ドローンつけただけやんっていう実験かみたいなところもあるけど、まあ難しいんでしょいろいろ、あ、はい、うん、まあ、その光源どうやってやってんのみたいなのもあるよね、うん、で甲虫や運河って何ですか、運河など夜行性害虫への効果が期待されると。はあ、まあ、だから光に寄ってくるからさ、はあ、どういうとこですかね、まず、まあ、農業やから、うん、まあ、畑のとこで飛ばすんかね、うん、で朝起きたらトマトとか全部感電してたりとかしてね農家の清さん操作下手くそで何か香ばしいねおじいちゃんみたいなこと言われてそうやな、畑行ったらもうキュウリやらトマト全部焦げて黒焦げでこれどうするかねみたいなことになってんじゃないの、すごい電圧やなでこのまあだから運化類っていうのはあの稲などに深刻な被害をもたらす可能性があって、昼間は葉の裏側に隠れて
わけね。アブラムシ的なやつか。いや、よくわからんけども、アブラムシだからあの薬剤が効かないのよ、その隠れてるから。なるほど。あの抵抗性があって、まただから従来の方法では駆除できなかったけど、これで駆除できると。で将来にはロボット掃除機みたいに勝手にやるよね、無人化で、うんうんうん。まあ、そうなってくるとだんだんと人件費が削られてくるわけだけど、うん、で、うん、IT 技術を駆使して生産した農産物のブランド化についての研究にも着手、まあ、別の研究の話もしてた。別の研究か、うん。まあ、だからそのスマートフォンとかで、うん、栽培過程とか生産者からのメッセージ、うん、あのメッセージってよく書いてあるじゃないの、はいはい、なんあのどこどこの高田さんが作りましたみたいな、はい、お前は知らねえよみたいな話があるかもしれんけど、いや、まあ、あんたが不正してる可能性もあるあるかもしれんやろっていうのもあるかもしれんけどね、まあ、おそらくないでしょう、うん、やるやろなんで佐賀大の人が、はい、あの SNS との連動で味の感想とか調理法、まあ、クックパッドみたいなことでしょ。あ、なるほどね、うん、で生産者への要望も書き込めると、うん、でつなげるんやろね、生産者と消費者を、うんうん、っていうこともできる。そしたら安全ですよみたいな、なるほど、うん、ことを言っとるわ。なるほど、ね、で佐賀が新たな産業革命の発祥地になりつつあると確信していると言ってる。誰が？あのオプティムの社長、菅谷社長、うん、が言ってる。なんかもうちょっとなんか近未来的な駆除方法じゃなかったよね。だね、なんかレーザーでチン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 パパパパパパパンみたいになって、おじいちゃんがおーっつってわしもやってみるかのーみたいな、わーっておじいちゃん危ないピン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 パパパパパパパンってやったら、おじいちゃんシラミだらけやったからシラミがなくなって助かった。きったねじじだな。きったねじじやな。お前小屋しになっとけやって、これ以上言ってダメだぞ。ダメですよ。もうなんかこうやってどん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 その IT と関係ないようなところが IT と合体してって、うん、進化していくっていうのがこれからの流れってことでしょうね。なるほど。最近やたらとドローンが出るけどね。あ、出るね。皇居にドローンがどうたらとか言ってね、うんうん、よくわからんことやったけど、うん、誰がやる、まあ、自分でやったらおもろいけどね、天皇がこう自分で気づくかなあいつら磯山気づくかなみたいな、うーんとして、お父さん何してるのみたいな、こうだし来てさ、どうしよう、なんでもないよって言って、なんかブーンって言ってるねみたいな、おいあれだろ警備だろ今俺が飛ばしてんだけどな、いろいろ言いながら、で磯山上通っても気づかん、磯山あいつアホやな、気づかんぞあいつ、あれ大丈夫かよこれでみたいな言ったら、なんかブーンみたいな当たってヒュルルルって落ちて、磯山がバタッと落ちたの、はっって気づいて、やばバッてカーテンサーって閉めてこれなんだこちら、何何何何、おおまずいまずい、お父さんなんかありました、いやいいから寝ろ寝ろな、で明日ニュース見たら皇居にドローンが怖いですねお父さんって言われて、うん、そうだなやべえやべえよみたいなこと言ってるから、ね、バーッて閉めた時も確認頭の中でしてる、してる、見られてないな、見られてないな、あそこにも何もなかったないな、磯山向こう向いてた、あいつは気づかアホやからな怒られるぞ怒られるまあいいや、はい、ジョークですもんね、ただのジョークやん、なんで怒らんねえよ、はい、じゃあまあ次のニュースいきましょう、なんで皇居の話なんかしないけど滑って出発合図ボタンを車掌置き去りで電車出発、何この超ローカルニュース、はい、どこのやつかも分からんし山梨県の出来事ですよ、でも読めや山梨県で富士急行で、何これ、山梨県のなんていうのこれ、鶴文化大学、あの東京都の都に、はい、あの福留って選手おるでしょ、うん、あ留め取る文化大学、龍ってやつ、うん、で文化大学っていうのがあるけど、まあ、うん、なんて読むか分からんわ、で駅前で電車が発車する前に、直前で車掌が、うん、車掌かっこ30歳って書いてあるけども知らんけども、年齢かかんない、駅のホームにある箱から書類を取り忘れたことに気づいて、うん、車掌がホームに降りようとした際に、はい、濡れた床で滑ったんやで車掌が。で誤って車内の出発合図ボタンに右手が触れてブザが鳴ってしまったんやつ、ターンって当たったんや
すごいな、サザエさんみたいな。で合図を聞いた運転士がよし出発させていいなと言って出発させたら車掌がホームに取り残されていてアホか。連絡を受けた別の車掌が2つ先の駅で乗り込んだって。だから別の車掌これ臨時で入ったのこれ。やべえってなって、休みやったかもしれない、うん、でこのトラブルで乗客40人が乗った電車は5分の遅れが出ましたと。まあよと、まあ、時々あるよねっていう感じのやつよね、うんうん、ただ理由がいや滑ったんですよみたいな言われても何言ったのなるけどな。君はあえてどういうことだ、なんでそんな5分も遅れたんだ。いや書類をですね取り忘れたんです。でそれを取りに行ったんですよ、うん、で乗ったらいいじゃないか、うんうん、それがですねこれ私もですね超常的なことだと思うんですけども、濡れた床ですね滑ったんですね。それはどうしたんだ。いや滑ったんですね、滑って遅れたということが、いや滑ってですね、さすがに滑っただけじゃ遅れませんけど、うん、誤ってその車内の出発ボタン赤いやつあれじゃないですか、あれがちょっと触れたんですよ。どっちの手でだ、右手で、いやそこはどうでもいい。右手で触れましてブザーが鳴っちゃったんですよね。まあ、バカバカどっちもアホやな。どっちもアホ書いてある右手書いてあるもん、これなんでこれ書いてある。どっちの手でもいい、多分雰囲気やない、倒れたら左手でこうはいかんやろみたいな。そんな分からん、もしかしたらあるかもしれんやん。それは書いた人に言えよ。俺はこれをまとめてネタにしてないから。もうこういうことやということですな。ええ、なあ、アホなことあるな、うん、なんかコメント欄でこんなこと書くなよっていうか、しょうもない取り上げんなみたいな感じで書いてあった。書いてあった書いてあった。あ、そうなんや。まあええやん、時には。鉄道の印象が悪くなる。まあ鉄道の印象そんな良くないけどね。じゃあ次のニュースいきましょうか、うん。吉典、はい、万感でいいのかな、1771日ぶり一軍マウンド、5年ぶり白星ならず、6回途中6失点で降板。はい、ヤクルトの吉典さん。はい、右肩故障してる選手です、この人。甲子園で155やだったっけ、まあそのぐらい投げたね、うん、で160キロ投げたよ、プロで。ああ、うん、初の選手、160投げた。日本人でね、うん、クルーンがおったけど、その前に今大谷で、その吉典さんが久しぶりに出たと、5年ぶりくらい、はい、あ5年ぶりじゃないな、うん、あ5年ぶりだ、5年ぶりでしょ、うん、で吉典は初回中日戦かな、これ中日戦で先発してる、初回に大島から、うん、大島に146キロの速球投げたと、うんうん、でまあそんな、まあ140キロは出るな、これでも、うん、で150は出てないんかな、これ書いてないってことは、うん、出てないんでしょうね。で、まあ、まあホームランとか打たれてるな、これホームランとか打たれてるわ。ああ、打たれてる、うん、まあ勝てんかったよみたいなことやな、これ。なるほど、6失点、そうで6回で降板、うん、で結果試合は2-8、そう、なるほど、で負けた、中日と戦った。で、6回投げて94球投げて、10安打4奪三振2四球、6失点、うん、自責点5、まあちょっと正直満足いくわけないようなあれですけど、そうですね、まあ相当ね身長も高くないよね。ああ、そうなんですか。そんなガッチリしてなくて160投げてるから、うん、肩おかしくなるわねっていう、うん、だからね、育成枠になったよ、支配下登録じゃなくて。あ、そうなの。今期はだから一軍に試合出れんかったよ。あ、うん、で安くなるしね、年俸も、うん、でそこから這い上がって再び支配下登録になって11になった、うん、背番号11になって復活した。なるほど、うん、どうなのかな。いや分からんけども、俺はパワープロではね、必ず吉典はね作り直して強い状態でペナント入れて回すよ。そうなの、うん、
あの高校サンバ、サンバガラス、あのビッグスリーが揃ってね、なんか中田翔と唐川と、うん、あの佐藤義則だった、うん、今義則って名前な、あの登録名になってるけど、うん、これだってこれで今ちゃんとやってんの、あの中田翔ぐらいなのよ今。唐川もなんかいまいちやし、うん、もう義則なんかもうボロボロでしょ。申し訳ないですけど2番目の方を知らないです。唐川、はい、ロッテにおる選手です。千葉の高校からロッテに行きました。の選手、その選手たちがさ、はい、ちょっとなんかビッグスリーなんなんやってなるわけよ。ああだから強くしてでチームにアレンジで入れてね。唐川も吉野なんか特に161まで上げんといかんから。ああそうそう、だからコントロールは無視していいから、悪いからコントロール。ああなるほど。スタミナがそこそこ上げとけば、 あとは海外留学させて能力を上げてね。それもヤクルト選んでないのにヤクルトの海外留学を選択できるのよ。あそうなん、使用あのコンピューターのやつ勝手に選べるやん。あそれにわざわざ選択して選んでよし強くなったなってことを見届けてからやめて自分の育成に専念するようになるから、いろいろ楽しみ方はあるんですね。相手を強くすることだけしかやってないから。なんか珍しいね、自分をものすごい強くするっていうのはあるけど、なんかうまいこといかんのよね。あのなんちゃんともう育成してっていうとこあるよ、コンピューターも。ああなんかそいつじゃないやろみたいなとこ、ああやつばっか生かしたりとかしてね、ああそいつは強くしたところでお前大したことないやろみたいなやつをね連れてって、しかも中途半端な成長で止めたりとかするのよ。ああだからなんか DCCCD みたいなのばっかで、そんなんじゃ勝てねえよ俺には。こっちはパワーとか S とかいっぱいおるのに勝てんのかよ。そんなんで球も速いよ、元から強いチームして。いや強くしてんの、あ強くドラフトで取ったりとかして。なるほどね。なんかだからね、もうそんなんせんでいいようにね、復活してください。お願いします。なるほど、復活した状態で新しくパワーやりたいです。はい、なるほど。では続いてはドラムイントロドン。なんなんすか。はい、誰もね楽しみなんかしないですよ。何、いやいやドラムイントロドンですよ。本当ですね、みんな楽しみな。全然楽しみない。何それで。ドラムイントロドン、はいはい、ということで今回もある曲を私が叩いたのでイントロを、うん、それを聞いて私が選択肢を設けますので、うん、その中から選択してください、うん、はい、はい、ということで流しますね。早速うるさいなお前。大きな声出すな。いや元気よくいきましょう。選択肢はどこにある。選択肢今回は私は口に言います。口、はいはい、じゃあ行きます。はい、え、あのドゥタッドゥタッドの部分はさ、うん、フラムにしてんのわざと。いや、あれずれてない？ちょっとずれてるね。お前ちゃんと叩いてやれや。お前叩いたよ。嘘すけ、お前あれ変な癖ついてんな。あれずっとずっとダランずっとダランっていう癖あれかもしれん。もしかしたら怖いぞお前。 LR のあれがうまいこと言ってないの。言い訳やん。ただろ。はい、じゃあ選択肢いきます、ええ、では1、アジアンカンフージェネレーションのリライト、2、アジアンカンフージェネレーションのリリ、3、アジアンカンフージェネレーションの君という花。さあどれ。いや分からんわマジで。リライトは違うと思う。はい、チーチーチードンドゥッタンドゥッタドゥッタンやな。はい、リライトは、はい、ドゥッタンドゥッタンドゥッタンやと思う。はい、違う。でもリリなんか覚えてないもん。もう君という花はどんなやったかな。さあどれでしょうか。リーリーやない。もう一回聞く。またあのズレズレのやつ聞かされるというかな。はい、はい、もう分からんわ。リリ2番リリファイナルマンセ。正解。当たった。なんで当たったやろ。外しなさいよたまには。なんかなんとなくこんなんかなってのがある。なんか確か君という花はもうちょっとそんななんていうの、
同じじゃなかったと思う。ダラララダラララ、あ、そんなんやったっけ。あ、じゃあ全然違うわ。当たったなっていうリズムパターンは合ってるけどテンポも違うしっていうやつやね。でリライトとあのリリはドンが入るからとりあえず選んだ。分かるやろさすがに。全然違うっていうのは分かると思うけど、うん、はい、次のコーナー、ドラム豆知識。はい、何ですか。はい、今回の豆知識はですね、まあドラムもですし他の楽器もそうだとは思うんですけども、ええ、あの木材についてちょっと説明していきたいと思います、うん、ベニヤ。ベニヤではなく、なるほど、まあ、あのメイプルなんですけども、ええ、どこのメイプルがいいと思います。どこのメイプル、どこのメイプルが好ましいと。タイさんのメイプルですね。ああ No タイさんじゃないですね。じゃあメイプルなんかトロピカルな感じです。トロピカル。ネパール。違いますね。どこですか。あ、分かった、思い出した。何ですか。トンゴ。違いますね。あのコンゴ。カナダとか、はい、まあ寒い地域の方がいいとされてるんですよね。あ、そうだ。はい。でこれまあ理由がありまして、ええ、寒い地域だと年輪が細かく作られていくんですよ。うん、なぜ。成長がね、うん、遅いから、ええ、ゆっくりゆっくり小さく細かくやっていくんで、その分密度がギュッてされるわけですよ。まあ、寒いからね、はい、あったかとせんで、あったかとせんで、で寒いんで、ええ、あの年輪が細かくなって密度が濃くなって、うん、でそれがまあ叩いた時に響くっていうことですよ。あ、そう、はい、なんで寒い地域の木材を使うとよりいいという。あ、じゃあ寒い地域で木材の木を叩いたらやっぱいい音するわけや。いや、それするわけない。そうだ、水分とかも含んでるし、うん、木のあの皮とかもあるし。なんだ、もうやる気ねえのか。冗談だよ。冗談ですね。んで、いや、そのか、寒い地域の木材を使ってドラムとか、うん、まあ、バイオリンとかね作ったら響きが素晴らしいっていう、うん、あ、木製楽器は基本寒い地域のものを使うってこと、ね、ちなみに何か湖とかに沈んだやつとかもいいらしいよ、うん、あ、めっちゃ高いだろ。そうそうそう、湖に落ちとって、うん、なんだっけ、あのね、木の中にある何か不純物をバクテリアが食ってくれるよ、うん、あ、食ってくれてもう不純物のない響きの、ああ、だから本当マジっ気のない木のみのやつができるわけね。木のやつが出てきて、うん、まあ、ただそれを乾燥させるのとかも時間かかるから。あ、だからいきなりやったらバキってなってるかもしれないしね。ああ、なるほどね。そういうので高いんですよ。なんぼ、しかもそれ確かあれでしょ、もう数がものすごい少ないから。そうそう、少ない。もう新品がないんでしょ、もうほぼ。そうです、ね。だから人が使ったもののお風呂を中古しかないんでしょ、あれ。はい。なんぼするんだけど。ね。アンパンマンのシールとか貼んないや、そんなんに、本当に。島村楽器店のヒストリーっていうギターのなんかメーカーがあるんだけど、ギター界な、うん、それは、うん、何ぼだったかな、20万ぐらい。あ、や、20万ぐらい。そんなもんやったっけ。うん、時に200万いくことはあるね。まあ、そういうのもあると思いますよ。あ、だから本当にすごいやつはまあ手放さんわな、はい、持ってるやつがなんか一子相伝じゃないけど、その弟子とかに渡したりとかするのね、はいはい、おそらく受け継いで受け継いで、うん、受け継いで受け継いで、ほんで息子がなんかできて弟子に、はい、お父さんみたいなこと言ってギターを持ってて、おいおいお前もな、何持ったのお前みたいな危ないなお前もとか言ってパッて見て、アンパンマンの尻いっぱいあってこんなバカもんがアンパンマンの尻は外れけんってろって言って言われたわけよ。他のシール貼り始めた、他のシール貼り始めた、アホやから。こんな小話も入れないとね。で、まあ豆知識ですよ。はい。ドラム豆知識、はい。はい。世界マイナーニュース。そんなん待ったっけ？はい。世界マイナーニュース。今回も世界のマイナーなニュースを紹介していきたいと思うんですけども。はい。まあ、一応今回もね用意しましたんで。どれがいいですか？ね、千葉タン女の子。どれそうそうそうどれですね、
フィリピン女性のバストサイズ世界一小さいとのリポートが話題に。そんなもん話題にしたんない。学術誌、はい、ザ・ジャーナル・オブ、フィメール、なんでヘルス、はい、ヘルス、サイエンスか、サイエンス、ザ・ジャーナル・オブ・フィメール・ヘルス・サイエンス、はい、世界各国女性のバストサイズの研究でフィリピン女性が一番貧乳やマニラ経済新聞がそれを報道した。フィリピンの赤の美女もバストは控えめ。フィリピンの赤の美女だ、赤の美女だ同研究は108カ所で28歳から30歳女性39万人のバストサイズについて研究、はい、なんでそんなアラサー付近のフィリピンだってもうちょっと若い人入れたら分からんじゃない、うん、まあ分からないです ね、日本時代で若い人はだんだんと、ね、胸が大きくなってるとかって言うやん。ありますよね。これあれじゃないの、詐欺じゃないのこれ大きくしませんかみたいな話入るんじゃないのフィリピンの赤の人もね、あのね控えめなんですよ。赤の人もですかフィリピン人のに関して4648人計測したところ、平均カップサイズは EU 基準で A カップ未満となり、世界一の貧乳国と認定された。なんか基準あるやん。なんで EU 基準なんか分からんけど、お前らのでかいのは分かりきっとる話やろ。逆に最も巨乳な国はアメリカで、デブなだけなんじゃないん、これ。バストサイズは EU 基準で D カップとなった。レポートでは各国の平均バストサイズや分布を知ることは美容業界アパレル業界の発展のためとなる。まあだからブラのやつをさ、でっかいの作りまくったってしょうがないってことでしょ。なるほどね。でアフリカ、アジア、とりわけ東南アジア諸国は貧乳国に分類され、タイ、マレーシア、インドも EU 基準で A カップ未満となる結果は振るわなかった。日本は1万1475人を調査し、平均は EU 基準で A カップ、東南アジア諸国よりは若干大きめのサイズという結果だった。自身は、D カップであるキャサリン・クレモアさんは、フィリピンには5000万人以上の女性がいる中での5000人弱のサンプル調査には何の意義もないと思う。そんな感じで喋ってんのかな、フィリピン女性は世界有数のセクシーさと明るさを備えた素晴らしい女性。これでもね、明るさとか言い出したらね、なんかね結局ね、うん、売りがねえんかなってなってくるねだって外見の話をしてるわけだから。そうですね、うん、世界一小さいと言われると憤りを感じるが、これをきっかけにフィリピン女性やフィリピンの芸能人が注目されると嬉しい。順々に口を戻ってた、うん、ってことあのフィリピンの芸能人胸小さいよなってことで有名になっちゃうんやけど、このリポートはフィリピンの地元新聞やテレビでも取り上げられ、人々の話題となっているこんなんしてからあの包茎手術をさ流行らそうとかってことじゃないの。あー、なるほど。東南アジア今だから盛んになってるからね。あ、なるほどね、うん、あ、そうなんだ、ね、だからこれフィリピンが一番小さいとか言っといて、うん、でも結局東南アジアとかも全部、マレーシアとかもね、うんうんうん、そんなんで流行らすんじゃないの、うん、今巨乳すれば私はトップになれる。そう、私はもうトップの貧乳になれる。いや、巨乳になれるいや、巨乳にしたら明らかになんか膨れてるやんみたいなことですよ。何貧乳にしたら意味ないじゃん。いや、貧乳の中でかいみたいなことよ。いや、それ、何だから B ぐらいにしとこうみたいな。控えめやな。まあまあ、このキャサリン・クレモアさん D カップあるわけですから、うん、まあいいじゃないですか。何が D カップあるやから、この人はもう。あ、この人は。うん、うん、なんでこの人に言ったんか分からんけどこの人突然降って湧いたような人やけど、うんうん、まあ分からんわ。俺最初研究した人かなと思ったけど違うみたいよ。違うね、うん、なんなんやろこの人。まあこういうマイナーニュースもありますということですな。そうですね、うん、はい、はい、ということで今回も語っていきました。いかがだったでしょうか今回のように、次回から説明はうちの何がありますなんだよそれなんて読めるようになれよ。日本語やぞこれお前。はい、分かってるんですよ。千畑どれを言ってんの。はい、はい、じゃあご拝聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。
また私が投稿している Twitter、Facebook もございますので、そちらの方もよろしければご覧ください。そしてご意見ご要望ご感想がある方は下のコメント欄にお願いいたします。それではさよなら。さよなら。